はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。浦和レッズ監督キャリアモードやっていきたいと思います。はい、今日の対戦相手はベガルタ仙台です。ちなみにね、ちょっと3日前かな、ベガルタ仙台と あのルヴァンカップやったんですけど、これシミュレーションでやりました。で、0対1で、敗退してしまいましたね。はい、これまあ仕方ない、しょうがない。で、とりあえず今の順位確認するか。浦和今ね、5位にいます。23ゴール17失点。23ゴールはガンバと同じで、あれかな、リーグで一番点取ってるチームだね。まあ、17失点はちょっと多いかなと思うけど、まあまあまあ、サンフレとかと一緒だからなんとも言えないかな。はい、じゃあとりあえず試合いきますか。で、スタメンなんだけど、武藤がなんか疲れてるから、ここ武藤じゃなくて興梠さん入れようかな。そうだね、これ多分今この疲れてるメンバーはルヴァンカップ出てた人たちなんで、ちょっと今回は杉本キリンも一応入れるか。レオナルドはさすがにダメだね。まあ柏木をどうするかっていう問題があるね、正直。いや、柏木をなんかもうゼロトップみたいな形で興梠のところに置くのはまあありだと思うんだけど、まあいいや、それ使うのは伊藤亮太郎くん使うわ。で、今回武田くんとかめちゃくちゃ疲れてるので、ちょっと休ませます。はい、ミスミスた。大久保入れるか。大久保これ左利きなんだね。リカルド監督結構喜びそうだよこれ。ワンチャン右ウィングとかで結構使われたりしないのかな。まあとりあえずスタメンはこんな感じでいこうかな。ちょっとやっぱ少ないね、人が。ムカジンとか阿部ちゃんとかも疲れてるけど、替えがいない、正直。みんな疲れちゃってるから、やっぱちょっとディフェンスラインとか補強しないといけないなと思います。はい、とりあえずじゃあ行きましょう。相手なんかめちゃクエンカ疲れて、クエンカじゃねえかこれ、エサイガバ、ね、よくわかんない選手がめちゃくちゃ疲れてる。赤崎も疲れてるけど、なんか無理やり出させられてるで。マルちゃんも疲れてるけど大丈夫なのかな。まあいいや、とりあえず行きましょう。まあでも仙台のやっぱ注目選手はマルティノスでしょ、うん、去年ねマルティノスすごかったからね、浦和で。マルティノスいなかったらもっと多分下の順位だったもんね。どうなってたんだろう、本当去年マルティノスいなかったら。そんぐらいの活躍したからね。注目を浴びている選手といえばこの人でしょう。秋元が注目の選手に挙げられてますね。ここ秋元ね、J1 の得点ランキング今ね、あれなんだよ、ゲーム内で6ゴールで6位くらいだったかな。で、その後になんか5ゴールで小泉が、いや、だからこのインサイドハーフの得点力っていうのが結構ね、このチームあるから、ちょっとそこをうまく使っていきたいね。まあ、うまく使うフォーメーションにしてるからね。何、ワントップの人がちょっと降りてきて、空いたところに走り込むみたいな。小泉に出したかったのに、オグ行っちゃった。このインサイドハーフはもう外せないわ。いや、オフサイか？ちょっとずれるんよな。これ出したい。いやー、ちょっとね、ワンテンポ遅いよ、出すタイミングが。もったいない。関口。仙台もいい選手いるよね。来年どうなんだろうね、テグラモリ監督とか。入ってきて、マルティノスもいるし、クインカも一応あれでしょ、まだいるんでしょ。だからちょっと結構楽しみって楽しみだよね。しかもテグラモリの仙台終わってもめちゃくちゃ良かったもんね、2011年だっけ。いやー、ちょっとサイド長いともらいたかった。まあ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 、今はちょっと無謀だったから、でも意思ができなかったね。いや、取れねえか。まあ僕はこのね、芝とを操作してパスコースを切りながら守備をしていきたい。いいロブパスです。やばい、マリちゃんだ。やばいか、もうそのマリノスでお前ら一緒にやってたんだろ。やばいぞ。狙える位置です。大丈夫大丈夫大丈夫。僕危ねえ。よかったよかった。これ29番の相手の左ウィング誰、本当にちょっとマジで分かんない、ごめんなさい。あと入れてどうしようかな。こっからいかんかの柴戸に渡してから、柴戸がね、実際のねサッカーでもいろんなパス出せればね結構活躍できると思うんだけど。コロキさん、いける。いやー、相手キーパー止めるね。まあ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 、惜しい惜しい。ちょっとね、秋も出してきたからパス出してもよかったけど、
まあまあチャレンジした。監督も貴重なチャンスを生かせなかったことに憤りが隠せないようです。何か手を打ってくるでしょうか。でキッカーはどうしようかな。キッカー小泉にするわ、はい、ここはデンで合わせます。いいんじゃないこれは。デン、ちょ待て、また叩きつけてるやんこれ。枠に収めきれません。うん、まあまあ、どうもどうも。結構良かったと思ったんだけどね。なんか前の試合もこういうことあったよ確か。叩きつけるヘディング。まあ叩きつけすぎは良くないけどね。まあしょうがない。一点取りて、秋元いける。きついか。どうするかだな。ベガルタ仙台。マジ。一回下げます。チャンスを狙います。とりあえず繋げるか。パスを繋いできましたが、ここで奪われました。ここどうするか。シワトに一回渡して。いやー、ユルキに渡したいけど飛んなそうだな。小泉に渡そう。コロキさんに、いや直接返した。小泉？これぶち抜け、ぶち抜け。いやきついか。ドリブルで果敢に攻め込みます。コロキに渡して。ゆるき、ゆるき、いやマジか、キーパー止めるね。しっかり集中できていますね。まあまあ、どんまいどんまい。いやこれ決めてもらいたかったな。でもこういうところ決めきらないと今日負けちゃうからね。はい、キーパー小泉にします。これいちいちこれ変えるのめんどくせえから設定しておかないとな。これはあるか。いや全然合わねえわ。ここはクリア。取ってくれ。セルカテ。オッケーオッケーオッケー。ナイス。浦和の攻撃です。秋元、ゆるき、そってパス出したんだけどな小泉。あるよまだ。パスをカットされました。どうんじゃないもう10分以上浦和レッズの攻撃が続いています。いやーちょっとチャンスを作り出せていなかったな。この流れなら勝ち越しゴールを決められる可能性は高いでしょうね。そうなんだよね。結構ねこっち攻めてるから悪くないんだけど。ここ取りたい。芝とがガツってガツンっていっちゃうとね開いちゃうんだよね中盤の底がスカスカに。全員セダフ戻ってきてもらいたいけど戻んないんだよねそんな。いい位置です。ディフェンスなんでなんとかするしかないっていう現状。大丈夫大丈夫大丈夫。取れるよ。着実なビルドアップからチャンスを狙います。田中達也、こっからよ、こっからカウントいける。小力さんがサイドに流れて空いたところに田中達也、小泉とか走ってくる。ちょっと出せなかった。いやこれ出せるよパス。いやー取られた関口に。いや違うか誰かわかんねえわ。いやマジかもったいねー。今小力さんへの縦パスが見えたんだけどな。もう相手のディフェンスが今のうまかったわ。マルティノス仕掛けてきました。マルティノスダブルタッチとかさせるできないよね。怖い。集中。もう審判時計見て。審判時計。決まるか。あ、よかったよかった。オッケー。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと。ちょっとね、いっぱいチャンスあったから決めきれなかったわ正直。ちょっともったいない試合になりそうですね。はい、スタッツ見ましょう。相手最後のシュート1本だからね。もう完全にこっちのペースよ。頑張ろう。残るは45分、後半戦キックオフです。前からこれ取れたら、お、ラッキーラッキー。秋元、ゆるき、タッチライン際を上げそうです。コロキさん通るか。いやちょっとパスが大きかったのとコロキさんがなぜかサイドに来た。もったいない。いやチャンスは作れてるよ。悪くない悪くない。取ってくれ赤崎周平。あ、まあ、それはもできないわ。この選手ですが、取れる。前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。山中、マルちゃんに負けんなよ。オッケーオッケー。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。コロキさん、小泉、田中達也、田中達也、レッツが攻めに出ます。クロスを出せるか。きついな。小泉を一回下げないと。芝とからどうするかだな。我慢のしどころでしょうか。いやもっとディフェンダーがここで食い止める。ちょっと出すの早かったかあれは。もっと西に走ってもらいたかったね。ハーフスペースに。
戻れるよ。マキロ無理か。こう頑張って守備してくれ。石原貴義取れない。何を狙うのか。いやーきついか。大丈夫大丈夫大丈夫。見事なインターセプト。柴戸に一回渡してからだな。秋元、うん、もういけるところは持ち上がれ。もういけんじゃないこれ。ゴリゴリ、やめとこ。登録心臓押さえだ、これは押さえだ押さえだ。ないでしょ。ディフェンダーの背後見てたよ俺今。いやもう少しタイミングギリギリじゃない。見てたでしょ田中達也も。もう少し待って走り出せばちょうどよかったんですけどね。まあ遅いか。選手交代します。誰入れよっかな。杉本健入れるか。じゃあ久しぶりに杉本健入れましょう。とりあえずもうこんな感じかな。伊藤亮太郎くんとかも入れたいけど、まだ秋元こっちにもできると思うので、とりあえず杉本健を入れる。流れを頑張ってくれ。以上。久しぶりかな。いや久しぶりではないか。石原貴之ここででも決定機外しまくったらもうぶち切れよ。あまり試合が動きませんね。移籍させるまでしょ。ワンチャンあるかもしれない。ポジションも同じぐらいですか。ここまではお互いに様子見といった感じですね。取れるよ。ナイス牧野。小泉生きるところまで上がれ。田中たちは、ね、出せないですねこれは。なんかいいぞいいぞ。ボールを運んでいます。いやいいところ持ち運んで。もう一回小泉。小泉決めて。いやちょっとディフェンダーいたわ。まあどうまでもまこしすぐねこのボール奪いに行かないとまずいよ。赤崎周平。山中頑張れ。走り分けんな。くそ。現在スコアは同点。マキロ西川はマジ神よ。ちょっと交代します。いやほんとやっぱり、ね、西川にねすごい救われてんだよねこのチーム。まあすごいね本当。で秋元小泉どっちかよっかな。非常に迷います。小泉か。いやこれさウィング変えるってありじゃない。普通にゆるきじゃなくてちょっと伊藤亮太郎入れるわ。伊藤亮太郎がちょっと右左で使うという。キーパーが飛びついて止めた。それならまだ秋元左の方がいいかな。いやいやこれでいこう。飛び込みましたね。いや西川止めるね。すげえよ。ここでトップの選手を増やすようです。キッカーはマルちゃんか。この采配はどう出るでしょうか。なんとかしてクリア。しまってこれ大丈夫でしょう。バランスが崩れて逆に取られるリスクもあります。収めて。いいね。後ろから走ってこい。走ってこいって。押せーよ。オッケー、ここからだね。山中亮介。縦に杉本健いい走りをするわ。いいところに出します。いや奥に渡したいけど無理そうだわ。杉本。いらないいらない。な何やってる。何と言われるだけのことはありますね。まあ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 大丈夫だよ。これどうしようかな。これ大丈夫でしょ。マルちゃん早いな。土壇場で勝ち越しのチャンスが巡ってきました。イトルプレッシャーをかけられても難なくトラップしています。おぎょぎょぎょ。まいぼまいぼ。いやなんとかして1点取りてえな。相手なんか選手帰ってきた。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。誰長倉。長倉ってさ、あれあの長倉、あの岐阜、違うか、あの岐阜にいた長倉じゃない、わかんないよ。杉本健雄一旦イトルから渡して戻して先ほどから杉本小泉。いやー後ろから来ないとね。芝戸も上がってきていいんじゃない。後ろからいやさすがにやばいか。これワンチャンある。ワンチャンある。打て入るか。いやこぼれ球あるぞ。何やってんだよ。うわマジか。結局惜しかった今。なんと言っても最初のビッグセーブがお見事でした。いやー今の無理か。行ったと思ったんだけど、なんかシンプルも時計見て終わりでしょ。オッケーオッケー終わった。ここでホイッスル。いやーでもいい試合はしたけど、互いにゴールを割ることができたけど、サポーターとしても盛り上がりに欠ける試合でしたね。ちょっと点をなんとかして決めたかったわ。はい。